ファイルウォッチ、ウキペディアでいきます。先生A ランクプレスしたかったかな。ボタンを押すよ。ミッチーとジュニア。OK。なんとかスキャンできた。ダメです。ちょっと音できない。ちょっと苦労がね。A ランクなんで。うまい。美味しいですか。アークも使いますよ。黒をチンジャーつけたよな。あ、そうなんだよな。今回のいいところは探しに行きたいマップを選んでください。神社を探しに行ってみましょうよ。神社、少々お待ちください。この青い線はインベーダーゲーム。こんにちは、ミス。レーダーをヒントに妖怪を探しましょう。さあ、黒いるんだね。強い妖気を感じますよ。黒ね、プニプニ SS だったのに。あ、この時いない。妖怪が飛び出してきました。傾けない。まだ何かありそうですよ。ミチだね。妖怪が飛び出してきました。まだ何かありそうですよ。お腹からできたジュニア。妖怪が飛び出してきました。まだ何かありそうですよ。嘘、エースいんだ。特別なエリアが現れました。妖怪のカードをスキャンして鍵を開けてください。ちょっと困るな。いきなり。まだ何かありそうですよ。ちょっと今回はこれでやるけど。あ、ぐるぐるマップ見よう。カープにあった。見つけたのです。噂の妖怪。このマップは全て探し終えましたよ。じゃあ行きましょう。この妖怪と戦いますか。レベル5だ。連れてった妖怪が弱すぎる。少々お待ちください。バグニャンか。昔バグニャンってバグ天狗さん。これグルグルマップあるんだ。ラウンド1。ウォッチアイコンが現れました。ウォッチアイコンを狙いましょう。ボタンを押してスロットを止めてください。やっぱザ・スリーパー。チャンスフィーバー発動。ジャンプジャンプシュッタトリスーツアーコー。1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ハート来てる。読めない空気とかない。俺の名はテオ。ジョー。どこか。ラウンド2。ウォッチアイコンが現れました。さすがです。さすがです。ダブルフィーバー。おチャンスフィーバー。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 169 179 180 171 172 173 174 175 176 177 178 169 179 180
俺だけやらいけんだ。新しい妖怪と友達になれましたね。アイテムゲット。次はロボにあんた。おめでとうございます。アイテムアイテムリナです。まだまだ続きますよ。少々お待ちください。これもう長いよな。選んでください。ミッチ、ああオーガだ。売れないハーフバンド。うすらかも。合成する妖怪を選んでください。ダークに水なんだ。混ぜてください。合成大成功です。さあこれで妖怪カメラ、一気にカメラを動かしてください。次のロボにあるのは撮影してください。ナイスショット。プロは6個だったよね。あれなんだっけな、一番最後40個だった。続けて妖怪をカードにしますか。続けて妖怪をカードにする。でもキャンペーンが助かった。金を入れて妖怪をカード化しています。少し待ってください。カードを取り忘れに注意してください。この前の矢で攻撃して遊んでくれてありがとうでウィッス。ピアノを切り、ただいま通信中でウィッス。水攻撃とピアデータカードです。妖怪戻し、次ウキウキピアシャドウサイバー。パワーアップもしなければパワーダウンもしない。これね、ボスチャレンジ追加してほしいよ。そういう感じでした。はい、じゃあ今回は黒ゲット編でした。はい、じゃあどうも最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。